監督君、はい、照屋君、社民党の照屋監督です。大谷の参考人に感謝を申し上げます。社民党は現行憲法改正国民投票法には国民投票運動の CM の総量規制や放送枠の賛否両論確保以外にも最低投票率の規定新設、国民投票運動の資金規制、日本の広告業界の特殊性が与える影響の軽減排除のあり方など多くの問題があり、いわば現行憲法改正国民投票法は今や欠陥法と言わざるを得ず、国会における根本的な議論と国民投票のルール整備に関する国民的議論が必要であると考えております。また社民党は安倍総理が唱える2020年明文改憲施行の方針にも断固反対であります。そこで参考人に2点伺います。1点目は国民投票法第105条、すなわち、国民投票の期日前14日にあたる日から国民投票の期日までの間、禁止をしているいわゆる勧誘 CM といわゆる非勧誘 CM は厳格に区別できるんでしょうか。田島参考人。私どもは国民投票運動 CM、 国民投票運動の定義に従って国民投票運動 CM について、自主的に判断をしてまいります。その上で、視聴者がこれは国民投票運動にあるいは国民投票に関連する CM だなとこう認識を するであろうという蓋然性の高い CM につきましては、あえて厳格な定義を置くことなく視聴者感覚で関連 CM をその、基本的考え方で取りまとめましたように直前14日間自主的に放送しないようにしていくということを決めておりますので、もちろん法律の運用解釈は厳格にやってまいりますが、直前14日間について両者を厳格に法的に区別をしていくことの、特に国民視聴者主権者メリットというのは私どもが両方やめてしまうことで、もうすでにある程度解決しているのではないか、こういうふうに理解をしてございます。照屋君。勧誘 CM とね、非勧誘CM の問題、そして私は広告放送について、専門的な知識はございませんけれども、
いわゆるスポット広告というんでしょうか、ああいうものがこの105条との関係でどういう問題点をはらんでいるんでしょうか。田島参考人。ご質問に的確にお答えすることになるかどうか分かりませんけれども、先ほども申し上げましたように、特定の広告主の CM がどこか特定の番組の近くに集中的に露出をしないというようなことも含めてガイドラインの全体を今回公表をさせていただいております。ただ直接的にこの直前14日間の国民投票運動 CM の禁止という法規制とそういった私どもの個々の素材の放送場所、放送のタイミングについて先生どのようなご関心とご懸念があるかを理解できておりませんのでお答えは以上とさせていただきます。照屋君。はい。次に、国民投票法成立時の参議院における付帯決議第19項のテレビ・ラジオの有料広告について民放連は公平性を確保するための自主的な努力と必要な検討を十分に尽くしてきたとお考えでしょうか。田島参考人。付帯決議にテレビ・ラジオの有料広告規制については公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重するとともに本法施行までに必要な検討を加えるということがございます。本法施行までにと、もちろんこの付帯決議は、政府に向けてのものであるというふうに思いますが、私どもの自主的な検討、自助的な検討におきまして、確かに本法施行までにガイドラインをお示しはしておりませんけれども、本日までに今日ご説明をさせていただいた取り組みの全体はまとめを終えましたので、現時点で、やらなければいけないことは一応やり終えたという自覚でおります。照屋君。終わります。次に